はい皆さんこんにちはひろしの G ニュースチャンネルです。えー、今日はですねヤフーニュースを見ていたらですね、えー、これですね。 中国 WHO へ32億円の拠出増を発表、えー、アメリカの拠出停止方針を受けという、ね、ニュースが入ってきまして、えー、この前、ね、アメリカはもう WHO にはお金渡さんと、ね、もうこれ以上寄付はしないだったら私がって中国は、ね、32億円って、ねえー、やってきたんですけど、えー、ちょっと少ないんじゃないかなってっ広ロは思ったんですが、はいえー、まずです、ね、ニュースの全部を読んで,です、ねえー、その後にです、ね、広ロシなりの考えを述べさせていただければと思いますので、えー、よろしくお願いします じゃあ読んでいきますね、はいえー、中国は23日、えー、新型コロナウイルスのパンデミック、えー、世界的な大流行対策として、えー、世界保健機関 WHO への資金拠出を3000万ドル約32億円上乗せすると発表した、ね、上乗せですからもしかしたらまだまだ、ね、多いのかもしれませんいくらに32億円上乗せしたんですかね、はいえー、中国外務省の高宗副報道局長は、えー、定例会見で 我が国は新型コロナウイルスに対する世界の戦いを支援し、発展途上国の医療システムを強化するために、えー、先の2000万ドル、えー、約22億円の寄付に加え、えー、追加で現金3000万ドルを WHO へ寄付することを決めたと発表した。なるほどももとと億円の寄付に この32億億円円を足したと、えー、合計55億円ですねなるほど <laughs> ちょっと、えー、なんか少ないような気がするんですが、えー、まず、ね、も,うもうちょっと読んでいきましょう講師、えー、は、えー、中国の WHO への貢献について えー、WHO に対する中国政府と国民の支持と信頼を反映するものだと述べていると、えー、先週には WHO にとって最大の資金拠出国である、えー、アメリカのドナルド・トランプ大統領が、えー、WHO の新型ウイルス的対応が、えー、不適切だったと非難し資金拠出を一時的に停止する考えを示している、えー、同時にトランプ大統領は新型ウイルスの大流行に先立ち WHO が中国国内における感染拡大の深刻さを隠蔽していたと糾断、えー、さらに米国の納税者らは年間4億から5億ドル約430億から540億円を WHO に拠出,している、えー、拠出しているのに対し、えー、中国の貢献は4000万ドル約43億円程度か、えー、さらに少ないと指摘していたということですねすごいですねアメリカはね 430億円から540億円、ね、WHO に拠出していたと。えー、中国は43億円と。えー、なんか、桁が違いますね。えー、10分の1ということで、ね。なんか、日本もね、なんか、50億円ぐらい、なんか、拠出するって、なんか、先月ニュースでやってましたよね。これ、ちょっと下の方行くとですね、ちょっとあのやっ、これね、 書いてあるんですが WHO などに150億円政府影響力強化を狙う新型コロナ中国意識っていうねこれ3月19日のニュースなんですけど日本もですねいろんな WHO を中心にしてね総額約150億円を拠出する方針って書いてあるんですよ。よ、まあ、WHO 時代にもですねこれ菅官房長官が50億円を出すことにしたと表明ってこれ書いてあるんで、まあのでリンクどっちにしてもこれ上のニュースとこれとこのね 日本がね150億円出すよっていうニュース、えー、これ貼っておきますので、えー、もしよかったら自分でご確認ください、えー、ということでね、えー、中国のね、えー、この居酒数非常にですね少ないなーってちょっとヒロシは言わざるを得ないなと思いますねはいもう解体でいいんじゃないでしょうかねあのせめてですね 二三百億二三百億円ぐらいは出した方がいいんじゃないかなと思いますねアメリカの代わりでしたらねうん何何アメリカの四百億円から五百億円ぐらいが何入ってこないうんそう二だかあ二だじゃねえあるそうあるかねんじゃあちょっとね、えー、私が、えー、我々がね、えー、拠出してあげる。 あるっつってね、ごめんやっぱり2だって言っちゃいそうになるんだよね「虚 <laughs> 数するある」っつってねえー、っと50億5億円ぐらいですかねえー、追加になったんですが、えー、ぶっちゃけの話ちょっと桁が違うなとは思いますねはい1桁少ないなって思っちゃいますたと、うん、えですねあの今回の件の口止め料としてもね少ないと広ロは思いますね うんまあ、ここはですね、やっぱ見え張ってですね、まああの、アメリカの3年分ぐらいは出してほしいなと、広ロは思いましたね、はい、ちょっとしょぼすぎるなと思いました、はい、なんか上乗せっていうのも恥ずかしいレベルだなと、えー、32億円の居、えー、室像、ね、上乗せ、ね、恥ずかしいっていう感じですね、はいまあ、も,もっともですね、なんか,普段からもうちょっと多額な居室を、ね、してた方がいいとは、広ロは思いますけどね、やってることがちょっとケチ,、えー、ケチくさいなと、えー、思いました、はいで。しかもですね 中国はですね、さらに32億円、ね、出さるっていうことはですね、あの中国っていうのはですね、やっぱりあの金を払った分、ね、お金を投資した分、ね、必ずそのね、 えーとなんと、リターンっていうか、ね、利益を出すあるよっていうタイプなんで、さあ、今後また何が起こるのかなーって、ちょっと広ロは懸念しちゃいますね。うん。まあ、一応ね、こうやってお金を出すことはね、悪いことじゃないんですよ。ね。あの、要はほら、みんなで協力してね、WHO を支えようみたいなね、あの、国際社会の建前からすれば、まあ、それは正しい行動だと思うんですけど、ただ、なんて言ったって中国なんで、なんかもう100%裏があるだろうなーって、ちょっとね、広ロは妄想しちゃうんですよね。うん うーんなんなか中国がこう WHO 今後コントロールしていくあるもっともっとコントロールするあるみたいなね、まあ、そんな感じでちょっと思っちゃいますよねうんまあ逆にねなんかあのに30この3000万ドル32億円上乗せはさ、まあ、表向きの金額で、まあ、それとは別口にねあのテドロスとかさその幹部とかの連中にさ、まあ、ガン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 こう賄賂を送ってるんだろうなって、ね、こう広瀬はねやっぱ妄想しちゃうねこうどんどんどん,どんこうイマジネーションが くらんでっちゃいますねねのの頭の中では、ねうん、まあでもぶっちゃけな話ですねほらアメリカ、えー、アメリカはさちょっと待ってねえー、っと結局ですねまあほらアメリカがさもう,もう今後はさ WHO に寄付しないよっつってアメリカは今ね430から540億円でしょ WHO に拠出をしているのに対し、ねえー、中国は43億円、ね、10分の1でしょ逆に言えばですね中国っていうのはですねまあ,あの中国が考えている WHO の価値がこのぐらいだと、まあそう思ってるからでしょうね。中国だって別にお金がないわけではないですから、うん。まあ WHO の価値はこのぐらいだろうって中国自身が思っているということだと思いますよ。WHO はこう操り人形みたいなね。まあそんな感じだと思います。はい。まあ全部ヒロシの妄想ですけどね。まあただヒロシはちょっと WHO が非常に個人的に嫌いですので、まあ早く解体してですね、新しい組織を作ってほしいななんてね、そう無双しているわけでございます。 はいえーね、CHO に名前を変えて。 で、あのアメリカとかですね、あの日本をね、こう、いろいろ中心にして、新しい組織を作ってもらいたいなって、ひろしは思いますね。はい、すみません。また今日も妄想を垂れ流してしまいました。ということで、今日はこのぐらいにしておきます。ありがとうございました。もしね、チャンネル登録とかね、していただければですね、こういうね、ネタをやっていく励みになりますので、もしよかったらよろしくお願いします。コメントとかもありましたら、どんどん書いてください。しあのみんなが何を考えてるのか知りたいし、結構盛り上がるの好きですので、みんなが書くとですね、結構ね、勉強になるんですよ。 漢字の読み間違いとかね、まあ広しこの読み方はまずいぞとね、もうちょっと勉強しろよとかね、まあ、非常にあの書いていただけるんで、まあ広ちゃんはエフラン大学のあのクソ大学に行っておりまして、名前書けば受かる大学行ってたんですよ。で、それからてあのあの大学大学じゃない卒業してからですね、てあの淡々と点々とですね底辺の職を。 渡り歩いている経歴ですので、あのぜひですねあの、皆さんコメント書いて、ヒし、えー、もうちょっとヒロしの頭をよく、ね、してあげてください。はいということで、今日はこのぐらいにしておきます。ありがとうございました。失礼いたします。